これは踏切地点が近かった。走行タイムが64秒10、1つの落下がありまして減点が4点、減点が4です。失礼いたしました。2つの障害の落下がありました。減点が8点です。場内は23番の選手になりました。慶応義塾大学から岡俊作選手。この種目2投目の馬になりましたリコリスです。さあスタートに向かいます岡選手、1投目の軽走で減点0、58秒13というタイムで現在第2位を走ります。さあ2投目のリコリスですが、早くも第2障害落下があります。北海道の浦川町小島牧場で生産されましたサラブレッド、9歳になりますメスの馬、谷のギムレットとロングマジョルカの3区。競走馬時代はロングアイドルという名前で中央競馬を4戦しました。さあ現在早くも3つの障害の落下があります。減点が12点で走行中。1m20cm の9番障害ここも落下があります。現在5つの障害の落下、減点20点。そして最終障害、バーが緩みましたが落ちておりません。走行タイムが61秒42、走行中5つの障害の落下がありました。減点が20点、減点が20です。